シルマっていうハーモニカ系のおじいちゃんがいまして、ジャズの、その人のプレシャスラブっていうアルバムの中に入ってる、ダンスオブヘルズっていう美しい曲でした。これを最初はそのプレシャスラブの CD をかけながらパンとか叩いてたんですけど、で自分でオケを作ってみようって、丸コピみたいなオケでして、ですけど、これでそれをしながらパンを叩いたりもするんですけど、今回初めてスティールでやってみました。はい、では私のソロコーナー最後の曲になります。これはねだいぶ古くて30年ぐらい以上前ですね。ヤントミタっていう人とバンドをやってた時にタイニーキドチカボーイズっていうバンドがありました。その時に書いたスティールギターの曲です。ウィスパーリングリー。